こんにちは福井教育支援サークルの吉田です。今日は5年生の国語、より良い学校生活のためにについてお話をします。これはですね、話す、聞くという単元ですね。まず、学校生活の中から議題を見つける、まあ。より良い学校生活にするためにということでね、何か子どもたちに提案できるような議題がないかということで議題を見つけると。 次に、それぞれのその議題についての解決のための自分の考えを持つ。そして、どういうふうに話し合っていこうかということを決めて、グループで実際に話し合って、その議題を解決するためには、こういう考えがいいですよというふうに意見をまとめるということですよね。そして、そう話し合ったことをクラスで共有するという流れになっています。まあ、そのグループでの話し合いをメインにおいた単元なわけです。ですが、 1、えー、一つ目の、ね、問題が子どもたちでそういう、ね、話し合いに適した議題を見つけられるかということです。これかなり難しいと思います。もう1つはグループでの話し合いですね、えー。期待するようなレベルの話し合いになるかということですよね。これ、ね、5年生の国語として行うわけです。えー、班によってはねうまくいくところもあると思うんですがそうじゃないところも当然出てきますよね。ここをどうするかという問題を考えなくてはいけません。そこで 私の提案は、議題は学級の実態を考え、教師が決めると。これはね、先生の教材研究の一番重要なところだと思ってます。教師が決める。次に、グループで話し合うところですよね。これ、グループでね、考えができた時点で一旦話し合いをさせたいと思いますが、視界がうまく調整しながらね、まとめ上げていくというところは、そう簡単にはうまくいかないと思います。そこで、 グループで話し合ってこうしようというところで決まった段階で話し合いのシナリオをもう一度子どもたちに整理させる、ノートに書かせる、そしてシナリオを作ると。で、そのシナリオに沿って話をさせて、それをクラスで聞くと。こういう流れにすれば問題が解決するんじゃないかと思います。そこでですね、 例によって、教師の会ということで、私がちょっと、こんな話し合いができたらというのを考えてみました。本当にね、基本的なものを考えてみました。まずね、現状と提案ですね。えー、読書の秋です。そこで学級でたくさんの学級でたくさんの本を読むのにはどうすればいいのかについて話し合います。まず、5年丸組の現状です。図書室で借りている本の数は学級全体で丸札です、えー。たくさんの本を読むためにはどうするといいのか、アイデアを出してくださいと。と 次にそれぞれが考えを持ってますから、これは一気に全員発表させた方が簡単ですので、A、丸札本を借りるというように、図書室で借りてくる本の数を決めるといいと思います。B、図書室に本を借りに行く日を決めるといいと思います。C、お昼休みに図書室に本を借りに行くようにするといいと思います。D、家にある本を持ってきて、11月の1ヶ月間だけ学級文庫を作るといいと思います。とえー、これですね、B と C はわざと似せました。 ダブっったたたよような提案があった方の処理も考えさせたいからですよね、えー、次にね、えー、話を進めていくわけですが、これはね、えー、発表した順に司会者が取り上げていくというのが一番無難だと思いますね。えー、借りる本の数を決めるという意見についてどう思いますか賛成です。1ヶ月に10冊と決めてはどうでしょうか、えー、これに関係すると思うのですが、図書室から本を借りる日を決めることについてはどうですかと私は賛成です。本を借りる日を決めるとみんなが借りに行くからです。 仮、えー、に行く日はいつがいいですか、体育館が使えない月曜日のお昼休みがいいと思います、えー、全員賛成と、まあ、これで A、B、C の3つの意見を扱ったことになります。一方ね、反対意見の処理もちょっとさしたいので、えー、家から本を持ってくるということについてはどうですか、本を持ってこれない人もいるし、本を痛めてしまうといけないので、私は反対ですと。 反対意見が出ましたが、どうしますか私も本がなくなったりすると困るのでやめ,やめた方がいいと思います。えそれでは家から持ってくる,来ることについてはやめるということでいいですかといこれで反対意見も終了ですね。そして最後に結果を求めると。では求めます。11月には1ヶ月に本を10冊以上借りることにします。えー、そ,のためにそのために毎週月曜日のお昼休みに図書室の本を借りてくるとします。とあこんな話し合いがね、まあ、 あーね、5年生ですから、最低でもこういうような話ができたらいいなとうう思って作ってみました。こういうことを、ね、まず教師が一度やってみるで。どこまでこのシナリオを見せるのかとか、ね、どこまでこれを子どもたちに提案するかというのはまた先生が考えていただければいいかと思うんですけれども、まあ、こういうような案をきちっとこっちで持っておく。えー、次にです、ね、じゃあ実際にどうするのかと。先ほど言ったように、図書室での貸し出し状況について担任が、ね、5年丸組の現状を話すと。 まあそして、読書の秋に合わせてたくさんの本を読むようにするにはどうするといいかというテーマで話をすると決めると。これは別にね、図書室ではなくてもいいんですね。学級に合わせたものを選べばいいと思います。そこで、まずね、テーマを教師が示した後、一人が一つ解決のためのアイデアを書く。一人が必ず持っていく。これ大事ですね。次に、教科書の例示を読んでまとめていく。つまり、視界を立ててちゃんとまとめていくということが必要だと思います。 それを、ね、子どもたちに認識させた上でグループでの話し合いをする。これは司会者を1人立てて、司会者をもう意見を言う形でいいと思うんですが、それで一応話し合わせてね、どれにしようかというところまで決めなさいというふうに子どもたちに指示をすると。でこの話し合いはね、多少、ね、右に行ったり左に行ったり揺れたりまとまらなくてもいいと思うんです。 とにかくね、最後まできちっといくつかの提案について賛成ですというような形でまとめなさいというところまで子どもたちにさせるその後今やった話し合いをもとにシナリオを作りなさいと。 話し合い通りでなくてもいいですと。司会者がちゃんと話をしてみんなが発言するような形にしなさいと。そこでね、先ほど作ったようなシナリオの一部を見せるだとか、シナリオの骨格を見せる等のことをした方が私はいいと思いますね。そしてシナリオができた段階で半ごとに発表し、そして感想をもらうと。こうすればね、シナリオを作る段階で司会者のね、 まとめ方だとか意見の進め方っていうことを全員意識できると思うしそれを受けて子どもたちがどういうふうに意見を言えばいいかっていうことも意識できると思いますねそして話し合いをシナリオに基づいてやってみるとこれはねできるだけシナリオは作ってもね読み上げるんじゃなくてチラチラ見ながら話せるようになるといいねというような形でやってはどうかなというふうに思います